ソンゲアソンゲアルワフムバノは、現在のタンザニアの南部の、ウンゴニ族の軍事の権威であった人物。出自は、ウンゴニ族ではなかったが、戦士として活躍し、副族長となった。1905年に勃発した、政府軍への反乱、マジマジ反乱の敗北に際し、投降の後に処刑された。19世紀中頃、現在のジンバブへの腹荒れ近郊に、 ショナ系のカランガ族の父親とトンガ族の母親の間に生まれる。ンゴニ族にさらわれ、ンゴニ族の選手となる。選手としての活躍により、当年、ソンゲアはンゴニ族の軍をまとめる役割を担うようになる。1878年にムクワは率いるヘヘ族の軍がンゴニ族の領域を攻撃し、以来1882年まで、 戦争状態となる。ソンゲアは4、男を、ヘヘ族との戦争で失う。ヘヘ族と、政府軍の戦争が始まると、ヘヘ族は、ンゴニ族に火星を要請するもん、ゴニ族はこれに応じなかった。1892年に、ドイツ領東アフリカ政府が、ンゴニ族の土地の中心に役所を設置し、その名称は、実質上の最高実力者であったソンゲアの名を取り、 尊厳跡した。植民地政府は、んごに族と友好的な関係を維持しつつ、軍を配備して、自演習を行うなどして、んごに族の動きを牽制した。1898年には、ムクワワが自害し、ヘヘ族は、完全に制圧され戦争が終結した、ムクワワの首はドイツへ送られた。 1905年に南部広域でまじまじ反乱が起こると、雲後に族もこれに参加したが、敗北した。すでに高齢となっていた、ソンゲア自身は、戦闘には直接参加せず、付近の洞窟に潜んでいた。しかし、大族長ムプタの警視の方を受けて自ら出頭し、処刑された。この際、付き添っていた、次男タマタマも処刑された。 しかし、長男はモザンビークへ移住し、三男は、叔父の家に身を寄せており生き残った。処刑に際してはいくつかの逸話がある。ソンゲアの孫のデイビッド・ムバノによれば、ソンゲアは、族長ムプタ処刑の法を受けて出頭した際に、自らも軽視することを希望したが、ドイツ人は、ソンゲアが新たな族長になることを提案する。 ソンゲアはそれを拒否して改めて公主刑を希望した。処刑の際に二回手を釣られるの二回とも綱が切れ、三回目に鉄の綱で首を釣るのに成功したとされる。彼の首は本国ドイツへ送られたが、後の戦火で一出したとも言われる。しかし一方で、デイビッド・ムバノは祖父ソンゲアの首はまだドイツの博物館に保存されているのであり、 変換されるべきだと主張している。彼の墓と同じく処刑された数十名の仲間たちの墓は現在、ソンゲアのまじまじ博物館の敷地内にある。ソンゲアの名はアラビア式にソンゲアムバノ、ビン・ルワフとも表記される。ソンゲアル・ルワフ・ムバノの名は、ルブマ州の州都の名、ソンゲアとして現在に残る。また、 ソンゲアがマジマジ反乱の際に処刑されたことにも関連して、マジマジスタジアムやマジマジ小学校など、マジマジの名称を持つ施設がソンゲアの町に存在する。町のマジマジ博物館には、彼の墓のほか、逮捕後の写真、うん二族の武器、伝統的な服、道具類などが展示されており、さらに、その後のタンザニアがたどる歴史について、写真パネル展示がある。 2006年2月には、マジマジ反乱100周年記念集会が、マジマジスタジアムで催された。また、毎年2月には、マジマジ反乱後に処刑されたソンゲアを含めて、ンゴニ族の族長、副族長や選手たちを痛む集会が行われている。ありがとうございます。